新沼津カントリークラブは、静岡県沼津市にあるゴルフ場である。1964年9月、静岡県の足高山の麓、新名の里に、ゴルフ場、足高カントリークラブの建設計画動き出した。足高カントリークラブの建設用地は、古くから新名に里と言われ、足高山の桃沢神社を創建した源頼朝が、 新米九十九頭を建納したことに由来すると言われている。江戸時代、明日香山のノーマに着目した幕府の馬がかりの岩本岩見守が矢場を取り込む三枚作った。新米の里、元の末期の言われである。1964年11月、新たなゴルフ場の建設に向けて、経営母体、沼津開発株式会社を設立し、 社長に株式会社日立製作所顧問の大西、貞彦が就任した。クラブ名称が、アシタカカントリークラブから、新沼津カントリークラブに改められた。大西には、夢があった、暗月球でもプレーができるゴルフ場を作ろうと、考えていた。日立製作所の創立者、小平奈美平は、社員の健康のためにと茨城県日立市に、大亀ゴルフクラブ会場、設計、 井上誠一を建設している。コース設計も、日立製作所の社員だった、マノ定吉に依頼した。マノは、東京帝国大学工学部建築科での、工学博士で32コースのゴルフ場の設計や、監修の実績がある。大西貞彦は、コース設計に熱心で、クラブハウスは建設用地の最高地点に建てる、クラブハウスから、桜の花が咲くように四方から、 スタートできるよう、コースレイアウトに注文をつけた。1966年5月、造成工事は着工され、1967年9月15日、18、ホールのゴルフ場が完成し、開場された。コースの特徴としては、日本では珍しいティフトン芝を採用したことである。芝上が、田植え並みに手間がかかったことである、夏の雑草がないという利点があった。 郵便番号410-0301静岡県沼津市宮本223番地鉄道道路ありがとうございます